From the cradle to the grave to the end of days, we all should dance for you.おおはい、ということでこれからロサンゼルスに行きたいと思います。ロサンゼルス、はい、今回は、トレーニング合宿プラス、はい、語学留学をしていきたいと思います。昼間は学校に行って語学の勉強して、朝と夕方はトレーニングみたいな感じの生活で、あれよくタケルアメリカとか海外行くけど、はい、そのなんだろう、留学っていう部分では初めて、留学初めてですね。初めてですねって、なんで9回なの。なんか変な感じするわ。今回は俺があれでしょ、そう、達也に撮って、今回ね、そう、カメラマンがいないんで、だよね、達也が撮ってくれてるんで、ちょいちょいため込んであります。日本でも英会話教室通ったりとかしてたんですけど、なかなかちょっと上達するのはやっぱ向こうで勉強した方がいいかなと思いまして、今回はの留学をしたいなと思ってます。おすごい。そして、まあ、僕が留学を学校申し込んでたんですけど、なんか達也も入れちゃおうかなっていうので勝手に申し込みました。なので今回達也も留学です。いや本当ね、めちゃくちゃすげえだよね、まあ、これ達也の YouTube でね、ドッキリしたんですけど、さっき言われたからね、俺は何も聞いてないし、何のあれも知らないし、そんなことあると思いながら、それでは飛行機に乗り込みたいと思います。多分あの飛行機です。行きます。行こう。ちなみに財布を落とさないように首からかけております。この前財布を落としました。拾った方はタケルジムチャンネルにご連絡よろしくお願いします。では。やったー、エレベーター到着、はい、久々のエレベーターです。やっと出てきました、ここから泊まる家に移動したいと思います。アメリカですね、久々ですね。カモンベイビーアメリカン、はい、天気がめちゃくちゃいい。天気めっちゃいいね。 LA のいいとこここですね。相変わらずすごいね、これ本当に常に晴れ、やばいね。1年間に20回ぐらいしか雨降らないらしい。もうなんかすごい家だぞ。うわー、なんかね、ハロウィンみたいになってる。じゃあ今日から本当ね、アメリカ生活、トレーニングと勉強を頑張りましょう。やったぜ、頑張ります。いや、使えない使えない。はい、到着しました。マイハウスです。マイハウス、ハウスビービー、ビンビーマイハウス、Tシャツオソロです。だいたいどっか行くとき俺達也にオソロのやつプレゼントする。そう、オソロ持ってきがち。どんだけ一緒に一緒の服着るか、下も黒だし。本当だ。はい、こんな家です。まあなんかここがリビングで、はい、くつろぎスペースでギターがついてるんです。これ俺それで選んだの、ここ。あ、そうなの。そう、部屋にギターがついてるからもうギター持ってく必要ないと思って、それで選びました。いつも持ってくるもんね。そう、そう、ここがキッチンです。めっちゃ広い、おしゃれなキッチン。こういうキッチンよね。ね、鍋もいっぱいあるし、たっちゃんにカレー作ってもらわないと。懐かしい、成長姿を見せるよ俺が。でやってないでしょ、日本で。やってませんよ成長しようがない、はい、こ
こが、しかもこのテーブルもなんかおしゃれだし、ね、おしゃれだね。なんか木が全部おしゃれだよね。そう、まあ朝ここでね、分かんないんだね。でこっちが寝室1個目、ここがたっちゃんの部屋だね。はい、僕の部屋です。そしてこっちが寝室2つ目です。はい、こっちが2つ目の寝室で、たけるくんルームで、たけるヘア、ヘアじゃねえよ、たけるヘア、たけるヘアってたける髪じゃん、たけるハウスね。おしゃれな部屋、おしゃれだね、こうね、おしゃれな部屋ですよ。テレビもついてるしね。ね、あ、たけるの部屋だけテレビついてるでも俺の部屋トイレついてるよ。嘘でしょ、うん、トイレついてるの。これトイレ、うんこ、うんこしろってこと。そう、すぐうんこしろって。じゃあ俺、あ、でも庭もある。こっちの部屋いいじゃん、めっちゃ。あ、でもこれ何なの。あ、これ共有スペースじゃない。わかんない、ちょっと、うん、なんかね、マンション、あ、共有スペースか。マンションってアパートみたいな感じだから、これ。めっちゃ人がトイレついてる。うんこマンってことじゃない。でもテレビがいいな。うんこマンってことなんじゃない。お前どうせうんこするんだろうっていう。あ、そう。でも達也でも確かにトイレめっちゃ行かない。俺めっちゃ行く。だからちょうどよかったもん。ちょうどいいね。でも達也の方が多分トイレ近いけど、ね、どっちかというと。めちゃくちゃね。はい、こんな感じですね。こんな家に今日から住みたいと思います。はい、まあ、今日1日目なので、ちょっとまあ時差ボケのあの調整も兼ねて、今日は軽くランニングして、スーパーに買い出しに行って、なんか食料を買いに行きたいと思います。ねえ、怖い、びっくりした、マジ。なんかいろいろあんね、ここ。なんか電池ついてるよ、それ。しかも君が素敵さ。どういうことということではい、1日目、今日は、買い物から行きたいと思います。あ、ちなみに僕髪切りました。アメリカ来たのでたっちゃんが最近髪短くしたんで、僕も髪を短くしました。また一緒に、ほんと似とるな似とるな。でも俺暗くしてきたから。確かに。だからあのアメリカ色抜けやすいかなと思って、うん、あのちょっと暗くしてきました。でも短くして、久々に結構短いかも。めっちゃ短いね。後ろもめっちゃ短いね。結構切りました。ほんとだ。ということでアメリカ生活頑張りたいと思います。